サミュエル・ベケット。マロンが死ぬ。3-2。深淵な思考。俺の持ち物を点検するため、少々かき回して、並べ分け、引き寄せてみた。どれもすっかり暗記していて、いつどんな時でも見ないで話せると思っていたけれど、それは大して思い違いではなかった。ただ確かめたいと思ったのだ。実際そうしてよかった。というのは、今まで我が身を慰めるよすがとしてきた、これらの品物のイメージは、大筋においては正確であったけれど、完全にそうとは言えないものだった、と分かったからだ。そしてついに、うさんくさいながら、真実の陳述らしきものの可能性を与えてくれるかと見える、このまたとないチャンスを虚しく逃しては、俺としては悔いを潜在に残すことになろう。自分の義務を果たし損ねたという気持ちになったりしたら。この件については、禁止性を徹底的に排したいと俺は願っている。かの重大な日が到来したとき、それに至る果てしない序曲が、俺にどういう私物をもたらし、また残していったかを、明確に付け足しや省略なしに報告できる、そうありたいと俺は願っているのだ。これは多分、執念とでも言うものだろう。というわけで、もう俺が所有していないもの、少なくとも目の届く限りでは、もう俺が所有していないものをいくつか所有しているつもりになっているのが分かった。もっとも、ひょっとしたらそういうものも、どこか家具の後ろにでも転がっているだろうか。まさか。例えば靴が片方、どこかの家具の後ろに転がっているなんてことがあるだろうか。しかし確かに俺に見えているのは靴の片方だ。それに一体どんな家具の後ろだというのだ。この部屋には俺の知る限り、俺と俺の持ち物を遮ることのできる家具は一つしかない。つまり戸棚だ。しかし戸棚は壁に、二つの壁に。というのは隅に置いてあるからだが、ぴったしくっついていて、まるで壁の一部みたいに見えるくらいなのだ。繁長家の片方が、というのは、それは実は、編み上げ繁長家の一種だったのだが、それが戸棚の中にあるのではないか、と反論が出るかもしれない。それは俺も考えた。もう探してみたのだ。俺の杖は、引き戸や引き出しを開け、受けたのはこれが初めてかもしれない。隅から隅まで漁り尽くし、探し尽くしたのだ。ところが、戸棚には、俺の繁長家が入っているどころか、空っぽなのだ。そうだ。俺はもう靴のその片方は持っていないのだ。また、それほど大事ではないが、まだ持っていると思っていた、いくつかの品物も持っていないのだ。例えば、銀みたいによく光る、亜鉛メッキの指輪なんかもその一つである。それに引き換え、持ち物の山の中に、俺が全く忘れていたものが二つ三つあるのに気がついた。その中の一つ、パイプのガン首などはいささかの記憶も呼び起こさない。パイプタバコを吸った覚えはおよそない。覚えているといえば、子供の頃、シャボン玉を膨らませた、変なシャボン玉だったが、あのおもちゃのパイプだ。まあ気にしなくていい。このガン首は今や俺のものだ。どこからやってきたものにせよ。俺の宝物には、どこからやってきたのかわからぬものは、他にもたくさんある。もう一つ、黄ばんだ古新聞紙にくるんだ小さな包みが見つかった。それは俺に何かを思い出させる。だが、何を。俺はそれをベッドに引き寄せて、杖の握りで触ってみた。と、俺の手は、それをまさぐり、手のひらで重さを測りながら、その柔らかさと軽さを理解した。おそらく、そのものに、直に触れたよりも、一層よく理解した。俺は、なぜだかわからないが、その包みをあげないことに決めた。俺はそれを他のものと一緒に隅へ押し戻した。
時が来たら、それについて話すこともあるだろう。自分の声がすでに聞こえるような気がする。俺は言うだろう。一つ、小さな包み。柔らかく、羽毛のように軽く、新聞紙にくるんだもの。これは俺の小さな秘密。俺だけの秘密となるだろう。中身は10万ルピーかもしれない。それとも、一房の髪の毛かも。俺はまた自分にもっと速度を上げなければいけないとも言って聞かせた。本当の人生はこれほどに度を越して一曲を尽くすことを寛大に認めはしない。悪魔が潜むのはそこだ。前立腺のひだに隣筋がすくうように。俺の時間は限られているのだ。まさにそこからある晴れた日、すべての自然が微笑み輝いている時に、突如としてちぎれ雲から忘れがたい黒雲の大群が解き放され、紺碧の空を永遠にかき消すのだ。俺の状況は誠に微妙だ。どんな見事なことを、どんな重大なことを、俺は恐怖ゆえに見失うだろうか。昔の過ちに逆戻りしないかという恐怖。終わらないうちに時間切れになりはしないかという恐怖。不幸と不能と憎悪を、これが最後とばかり心ゆくまで噴出させるのではないかという恐怖。変わらざる者が自らの無底形から息抜きを求める。その様態は様々である。いやいや。俺はどうも昔から深淵な思考にふける癖があった。特に春という季節はいけない。今の奴はこの5分間ばかり俺の心に食らいついて離れなかった。これからはもうあんな深淵な奴とは縁切りと願いたいものだ。結局のところ、終えられなくたって大した問題ではない。密かに何を思っていたってそれほどハレンチというわけではあるまい。だが、問題はそれだろうか、かもしれない。俺の求めるところはただ一つ。俺の寿命の続く限り、そのギリギリ最後まで、生きるという主題について語り続けること。それだけだ。俺は本気で言っているのだ。寿命が尽きてくれば、感じでわかるだろう。俺の求めるところはただ一つ。あれほどうまく人生に出発させたあの男を俺が捨てる前にこういうことを知りたいのだ。彼が生き続けるのをやめるのは勝ったり負けたり喜んだり苦しんだり腐ったり死んだりするのをやめるのは俺が死んだ時だ。俺が死んだ時だけだ。そしてたとえ俺が生きていたとしても彼はまず自分の肉体が死ぬのを待ってからでなくては死ねないのだ。と。これは言ってみれば経費の切り詰めというやつだ。